ただいま新聞町瀬戸区一本勝負を行います。赤コーナー瀬戸区武雄千平に145ファンド長堀一恵。コーナーは長堀一恵、ペースが鳴ります。青コーナー210パウンド、ダンプ松本、本体ダンプ松本、レディー補正トレース。さあ、倉沢あすみちゃんがついに放送席からいなくなって5分が経過しようとしておりますが、そういった試合にならなきゃいいんですけどもね。さあリング上では睨み合い、ダンプ松本、そして長堀一恵。レフリーはこういった試合でいつも血を流しているホセトです。流血戦は免れないか。さあいきなり場内乱闘、いきなり場内乱闘です。一旦戻っていた倉沢敦美ちゃんですがまた逃げちゃいましたね。ゴングが鳴った瞬間です。そして極悪同盟が中に入れ込みます。そう、これが必要です。ダンプを倒すにはこの回転見方目が必要です。しかしまあいかんせん体重差がありすぎますかね。そうですね。あつみちゃん大丈夫ですか。なんか逃げる体勢ばっかですね。なんか足が違う方向いちゃってる。あのレフの方後ろ円形脱毛症じゃないですか。いやあれずっとねダンプとかにやられてますからね。そのせいかもしれませんよ。あの一回この間頭切って縫ってるんですよ。あやっぱね、そんで周りをこう丸く刈りますからね。それが生えてきたんですよね。円形脱毛症説明しないと補正に悪いですよね。そうですね。確かにホセトレスというのは非常にね、あの流血戦になると必ずこの人がレフリーやってるって感じで。そうですね、飛ばって受けてかわいそうですね。確かあの、さあ長友が出てきてトンピングです。大阪城ホールの紙切りマッチでもね大流血でしたね。確かにそうですね。そうですね。さあ長堀が懸命にローキック、今日はこのローキックを使いたいと言っていましたが、ちょっと寝転がったままじゃ威力がないかもしれない。さあ100キロが追いかぶさります。うわっとよく返した。さあダンプがロープに飛ばします。何が出るか、ボディアタック、カウントは2つ。ダンプも丸まっこいって言いますかね、ゴロゴロ転がりながらなんかね、そうですね。何か本気のあつみちゃん膝の方向が違いますよ。大丈夫大丈夫、はい、まだ大丈夫ですか。あつみちゃんね、お前仕事せんな。逃げてばっかりだよ。入ってるのね。いやしかし言ってるおさんちゃんの方もなんか向こう見てませんでした今。僕はね真剣に仕事やってないですよ。こっち向いてください。教えてあげますから、その時は。僕はもう言うて悪い、僕は根性のサトルですからね。もうね、もう付けから足は半分出てますよ、ほら。言ってももう左手に蹴れる体勢ですから。もうね、いいとこですね、そこは。逃げやすいですよ。もし、今度まだゲスト来たら、またこの席お願いします。あの、ちゃんとね、来るときはね、ジャガー先生が教えてくださいますんでね。大丈夫ですよ。洗練してみてください。それまでちょっとあの仕事に没頭していただけますか。いやなかなか落ち着かん仕事ですけども。さあ今度はロープを使っての攻撃です。この長堀の相棒の小倉選手ですが今入院中でしたっけ。そうですね。どうなんでしょうね。この方は大きくなってますか。まだ手術はしてないと思うんですけどね。あそうですか。決まってると思うんですけど、ちょっと詳しくは分かんないんですけど、まだ手術してないですね。膝をねやりましてね、長堀選手はまだまだお一応まだ若手になるわけですか。長堀選手はまだ何歳でしょうか。今年は19、今年19になるんじゃないかなと思います。あくまでもダンプ松本にチャレンジするというあれですか。そうですね。
さあしかしちょっと長堀のスタミナが切れてきたか。さあ持ち上げた持ち上げたダンプ松本、これからどう料理するのか。前に何か叩き落としたという感じです。かなり効いている、かなり効いている長堀。水泳で飛び込む時に頭から飛び込まんと胸打ったという感じですね。生きていけへんあれ、胸打ちでしたね。おさむちゃんね、はい、非常にこの人はね、長堀選手というのは、はい、いわゆる中年の男性に人気があるんですよ。ああそうですか。いかがですかご覧になって。いやーやっぱり色っぽいですよこの子。ああね、ただやっぱ心配だけど本当にやっぱり胸いた女性急所でしょ。あんな結構あったら大丈夫なんかな。その辺ジャガーさんどうですか。平らに当たればそんなこともないんですけどね、ちょっとつま先が入ったりとかするとやっぱ痛いですね。ああそうやろね、しかしこのダンプ松本の余裕たっぷりの攻撃をご覧いただきましょう。もう何かもてあそんでるといった感じがしますね。そうですね、3人で1人ですからね、ダンプというのはそんな握力ありましたか。そうですね、力はあるんですけど、ね、ただ手が体ほど大きくないんですよね。だからそういう部分で損してるところあるかもしれないですけどね、力はありますねやっぱり。そうですか、なんかフリッツ・オン・エリック思い出しますね。フリッツ・オン・エリック、はい、タッチの爪。さあ懸命にキックで返しますが、何かダンプ松本のキック一発プラが何かね、長堀のキック5発に相当するんじゃないかという感じ。おっとすごい音を立てて赤コーナーまで蹴り込んでいきましたダンプ松本。しかし今日は非常に長い時間戦っています。長堀としてはおそらくダンプ松本と戦っている一番長い時間ではないかと思われます。30分一本勝負です。とにかくこういう体の大きい選手とやるときは序盤戦でも疲れちゃいますよね。そうですね、もう速攻攻撃でいかなきゃダメですよやっぱり。カウント2つ、今のは何か3つ入れてほしいという感じでしたけれども。さあそしてロープに飛ばす、そろそろラリアートのかな。あと水平打ちかわした、かわした。さあそして足蹴り、懸命な後ろ回し蹴りですが、おっと3発目で倒れた。さあそして2人からも3人がかりドロップキック。さあそして長堀がロープに上がる、長堀がロープに上がる。さあダンプにエルです。ハイアングルからのキック、カウントは2つ。さあダンプをどうか、ダンプからスリーカウントを取るのは本当に難しいが、果たして取ることができるかどうか。おっと円陣切り、おっとダンプ松本の円陣切り、円陣切りやるんですね。身軽でしたね今のは。そうなんですよね、アントニオ猪木も1つ動きが早いですからね。そしてラリアート、いきます、100キロが追いかぶさる。さあロープのそばだ、逃げれるか、逃げれるか。ちょっとダンプとしては位置が悪かった。さあそしてパワーボムか、パワーボム、そのまま決める。パワーボムが決まった。今のパワーボムすごい、今の効いてますよ。打ってる角度から見たら分かりますからね。そうです、ちょうどいい角度でね、首と、ね、肩なったけどね、脳震動起こして大丈夫かな。大の字になって倒れています、うん、長堀選手かなり効いてるでしょうね、江坂さん。これはそうですね、真っ逆さまみたいですもんね。はい、そしてダンプ松本は勢いよと控え室に戻っていきました。しかし今日はダンプ松本身軽な、ね、ところを見せましたね。そうですね、動きが早いですよ。はい、またダンプの戦いぶりが楽しみになってまいりました。